クロサイド走り込んでいる小川、中央からシュート放っていった、これが決まった。森岡の素晴らしいミドルシュート、3対1、若武者がやりました。ジビロを大きく突き放す、3対1、森岡が決めました。カウンターからの先行一戦でのミドルシュートでしたね、川口が全くボールに触れることができませんでした。このシュート、森岡のボールで3対1。三原からバックハンド、立て、ここに森岡、中2人、しかしここは時間を、いや自分で行く、テクニックのある森岡、自分で行った、シュート狙う、シュート、4点目、最後は若い2人、森岡から最後小川のゴール、森岡から最後小川、奥井ヒールで出す、森岡、森岡折り返す、シュート、大久保のシュート浮いてしまいました、悔しがります。さあここから森岡に預ける、森岡シュート、パッタフしていた、特に小川とか、ね、森岡とかやっぱり若い選手は乗せるとね、やはりこういう思い切ったプレーしてきますからね、はい、さあ逆に神戸です、森岡狙っていきました、吸い込まれた、先制神戸、下がってるんですかね、森岡のシュートがどうやら小川に当たったんでしょうか、ゴール右スイン、吸い込まれた、先制はヴィッセル神戸、しかしボールを奪われてしまう、さあ前を向いた森岡、中央に野沢がいます、左に小川、その小川を使う、サイドを変えます、三角右サイド、藤田、ここはカットしていきました、森岡です、野沢、中は田代入っている、逆のサイド、森岡だ、ヘディングシュート、そして田代が詰める、3対1、神戸がチャンピオンチーム柏レイソル相手に3対1、ポポが仕掛けます、仕掛けます、入れます、シュート打って決まった、同点、決めたのは森岡、break your heart. I'm only gonna break.
していきます。ここに森岡、ドゥトラの対応、ここは中入れて野沢中入れてシュート、大谷の右足、今誰もいなくなってしまった状態ですので。そうですね。さあここは森岡受けて右のサイド、ポポ、be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really have.